明治大学公式野球部は東京六大学野球連盟に所属する大学野球チーム。明治大学の学生によって構成されている。OB 組織の名称は寸大クラブ。1910年。岸本達夫校長が理事会側の猛反対を押し切って総部の決断を下したという。内海光三1910年に大学に認められ、これを総部年としている。 当時教授であった、内海光三が部長を、KOOB、佐竹館にがコーチを務めた。佐竹の縁で、KO 野球部が、たびたびコーチに訪れた。翌1911年には、総計と試合を行い、1912年に、早稲田に初勝利、1914年から、総計名の三校で始まるリーグ戦の足がかりとなった。1913年には、 第一回極東オリンピックに出場して優勝。これが初の海外遠征となった。当時の明治に期待されていた役割の一つが、1906年以降中断されて久しい総形戦の復活であった。三大学リーグは入場料の徴収など明治が主将して実現されたものであり、総形に割って入る実力があるのは明治と目されていたからである。徴収した入場料は、 外国チーム商兵の費用、各野球部の海外遠征補助、グラウンド整備費、各野球部に必要な費用に充てるなど使途を明確に定めたものだった。海外遠征などを通じて力をつけた明治は1923年秋に五大学リーグで悲願の初優勝を遂げた。その頃には剣道やラグビー、陸上競技などでも総敬戦が始まっており、気が熟したと判断した明治は、 内海部長が中心となり、総計戦復活の圧戦に入ることとなる。ところが、総計野球部ともに復活に依存はないものの KOOB が強行に反対しており、これに対して内海らは、早稲田との試合を拒む KO を除外して、新リーグを組織するという実質的な最後通帳を突きつけて、KO の説得に成功、ようやく総計戦復活が決し、東大を加えて、 東京六大学野球連盟が発足した。明治は期待通り総計戦復活の退任を果たしたのである。1925年の明治大学公式野球部六大学リーグ当初は、湯浅貞田をリーグ初の30勝投手、中村峰浦協力投手陣を擁して、秋春連覇するなど黄金時代を迎えた。この時期日本の野球チームとして、初めて世界一周を行った。 1931年には、読売新聞社の昌平により来日した、ドゥーゲーリグラを擁する、メジャーリーグ選抜チームと、全明時代チームとして対戦。そして1937年からは、史上初めて4シーズン連続で優勝を果たし、第二の黄金時代が到来した。しかし、選局の悪化と、野球統制の強化に伴い1943年11月を、 最後に一時解散を余儀なくされた。この戦争で、島聖一、加藤サブロなど多くの有望な選手たちを失った。明大旧記念館でベーブルースと面会する野球部関係者1945年終戦9月30日に練習を再開した。しかし部員たちはまだ復員しておらず、テスト制のみによる再出発だった。11月4日には、 言語初試合となる、現役学生と OB との試合を行った。しかし、総計がいち早く流星を迎える一方で、リーグ優勝から遠ざかる日々が続いた。また一方で有望な選手らが途中退部して、プロ野球に引き抜かれるといった事態も起きた。こうしたことから、大学当局が野球部の刷新に乗り出し1952年、武田武史部長、島岡義郎監督という人事を発表する。 特に野球は、素人同然だった、島岡の就任に4年生の主力たちが猛然と、反発、集団退部し、黒くラビックする画題と効果をもじった見出しが新聞を、にぎわす、大騒動に発展した。しかし、島岡の情熱的な指導と、秋山登る、土屋敦志ら有力選手たちの大量入部で息を吹き返し、1953年秋に、 戦後初優勝を遂げると1955年までに2度の大学日本一を果たし、黄金時代を再来させた。島岡の指導は、途中総監督に退任した時期を含め37年に、及び、その独特の指導は、人間力野球と言われた。その間リーグ優勝15回、全国大会優勝8回を達成した。島岡義郎と、内海幸造の共造。 島岡の死去後は、戦後野球部再建に奔走したベップ、別府高彦が監督を継ぎ、数年の沈黙の後1992年から、毎年のように優勝を重ねた。1995年には、大学野球史上初の女性選手、ジョディ・ハーラーが、東大戦に先発登板、2001年にも、小林千尋が登板するなど、新種に富んだ行動で話題を集めた。他方、 1997年10月14日の立教4回戦9回表一市で明治安田聖寛の一五郎を立教長島大輔が安田の顔付近にタッチしたところ安田が仰向けにひっくり返り長島に掴みかかってしまいこれを見て両チームの殺到し乱闘となり立教木渡し雄也が右は秋原を痛める事態が発生したこの試合は 6回表にも、明治の選手が本類に突入した際、保守と接触して、口論となり、両チームが揉み合いとなっていた。翌15日に、東京六大学連盟に、山口隆史部長と、別府隆彦総監督の辞任、荒井信久監督と、選手5人のリーグ選手寮までの謹慎を申し入れ、了承されている。 21世紀に入ってから優勝は2004年春期の1回のみと、やや低迷していたが、2008年春期リーグ戦で4年8期ぶりに優勝を果たし、2006年秋に転した新本拠地に初めて天皇杯をもたらした。2019年は、古島岡監督の江戸である井戸市から袖に、イノシシのワッペンを復活させると、春期リーグ戦優勝後の大学選手権では、 首相、エースの森下の活躍もあって38年ぶりの優勝を飾った。指揮を取った、前場達也監督が1年生時以来であり、恩師である、島岡監督退任後は、初めての同体会優勝であった。東京都府中市若松町5の6の1内会、島岡ボールパーク内会、島岡ボールパーク第1球場本拠地は、柏木駒沢泉町府と移転を重ね、 2006年11月に調布市から府中市の旧三井物産グラウンドに移転。玉霊園と道路を挟み、人工芝の第一球場と天然芝の第二球場、室内練習場、室内投球練習場、合宿所完備。メイン球場には電光スコアボードを配するなど全国屈指の施設に生まれ変わった。球場名には初代部長、 宇都宮構造と島岡の名を冠した。合宿所は島岡寮チームカラーはスクールカラーでもある資紫色がやや強い。ユニフォームは白地に筆記体で、明治丸帽子と襟付きのユニフォームは、バセダと同様、野球早々期のスタイルを踏襲し、リーグ戦開始時から現在のスタイルを貫いている。1959年から一時期。 高校用のグレーのユニフォームを着用していた。島岡監督時代には左袖に、島岡監督の絵とであるイノシシのエンブレムをつけていたが、現在は交渉をあしらったものに変わっている。また野球帽には、M の一文字が取り付けられている。2011年11月27日明治、神宮野球場にて獲得タイトルは、東京六大学野球リーグで、歴代3位の、 計55回である。多数につき、主な選手は、カテゴリー、明治大学野球部の選手を参照。以下、特に野球部の発展に、功労のあった数人のみピックアップ。小西徳郎に出川信明松木健二郎、藤本秀夫、野球伝道表彰者、天地俊一大下博士が表紙を飾った、ベースボールマガジン総刊号を元気を築いた、秋山登る。 同津市のバッテリー星の千一川上謙信。ありがとうございます。